はい、こんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンター理学療法士の狩羽大輔です。今日のリハビリ報告になります。今回ですけども、脳出血を発症されて約5年目、で今日でリハビリご一緒して4回目の方との内容になります。でこの方のお悩みはですね、歩くときに麻痺側の足が内反してしまうというお悩みでした。でただこれまでリハビリご一緒する中で、椅子から立ち上がる時の内反はですね、収まったんですね。でさらにこの立った姿勢とか立った中での左右の体重移動での内反も収まってきたんです。でこれが今一つ良くなってきてるポイントでした。でそっから先歩きにつなげるためには、やはりこの麻痺側の足を前に出しての体重移動とか、そこから先のこのステップの練習ですね、麻痺側にこう体重を支える練習というのが大事になってきます。で今回はその練習をしてみたんですけども、やはりあの体重を、ね、乗せるという場面になってくると内反してしまったんです。で特に麻痺側の足を前に出して支えようと思うと内反してしまって、その後のステップの練習も内反してしまうというのが今回の課題でした。でじゃあいかに内反しないで体重を支えることができるかっていうのをいろいろ探したときにですね、今回見つけたコツはですね、こういった内容です。まず立ったところまではしっかりできている方なんですね。立ち上がりと立ったときには内反が収まっているという方でした。なのでここから麻痺側の足を前に出すのではなくて、いい方の足を後ろに引いてもらったんですね。そうするとなんと麻痺側の足が内反しないで、この両足をですね、この前後に開く、このね前後の姿勢ができたんです。であとはそこから体重移動です。麻痺側の足に体重移動をしてみると、なんと内反しなかったんですね。ここで内反しなければその後のステップの練習に移ることができます。でこの時のねステップ練習でも内反せずにすることができました。なのでこの方の場合はいきなり麻痺側の足を前に出す、手の出しての体重移動はちょっと難しかったので、まずはいい方の足を一歩後ろに引きましょう、ね、そこからの前後の体重移動からやってみてくださいよっていう内容でした。これ何が違うかというと、やっぱりその立った姿勢まではいい人、ね、内反しないで立てる人とかは、ここから先足をね浮かせてしまうと、やっぱ感覚が分かりにくくなっちゃうんですね。せっかくね内反しないで足の裏全体に体重が乗せられて、いい感覚で立ち上がれたのが、そこから足で浮かせたりするとまた緊張してしまって内反出てしまうんですよ。なのでそうではなくて、立ったところまでは内反しないのであれば、そこから足の裏全体体重を感じて支えられる、でそこの支えられてる感じを保ったままやるためには、いい方の足を引いた方がいいんですね。そうすると麻痺側の足は動かしてないので、足の裏全体ベターっと安定して乗ってます。だから内反しないんです。だからそこから前後の体重移動しても大丈夫なんですね。ステップ練習にも進められるわけです。なのでですね、ぜひ皆様もこのステップの練習、歩きを良くするためのステップの練習やっていきたいってなった時に、うまくいかないなという方は、もしかしたらこのねいい方の足を後ろに出すっていう方法をすると、また変化が実感できる可能性がありますので、ぜひお試しください、ね、ただこの方法をですね、前提としてそもそも立ち方がちゃんとできているか、ね、立った姿勢で内反していないかっていうところが関わってくるので、もしその辺からまだまだ症状が残っている場合はですね、ぜひ僕たちの動画見てください、ね、僕たちの動画ですと、例えばこの動きのコツ、立ち上がるとかでですね、キーワードを入れて検索していただくと、楽に立ち上がるための方法が出てきます、ね、動きのコツ内反っていうので検索していただいてもいいです、ね、そうすると内反に関する立ち上がりの動画も上の方に出てくる
ね、可能性が高いですので、ぜひお試しください。でまたですね、僕たちの動画だけ見てなかなかうまくいかないという場合は、ぜひライブ配信ご覧ください。ライブ配信ではできるだけ毎日いろんなテーマでライブ配信を行っております。でライブ配信のいいところはですね、チャット機能というのがあります。チャット機能はライブ配信中に直接こうコメントのようなやり取りができるものになっておりますので、その場のなんかいただいたご質問とかにその場でお返しするということができます。なのでね、リハビリのご質問とかにより詳しく、ね、その人の症状に合ったものをご説明できるので、ぜひライブ配信ご覧くださいませ。ぜひねご参加ください。で最後ですね、ライブ配信で、ね、できるだけ僕たち毎日やるようにはしてるんですけども、時間帯が結構バラバラなんですよ。でその時間帯をどういうふうにやったら見る側がですね把握できるのかっていうところなんですけども、ぜひ僕たちの動きのコツチャンネルのチャンネル登録をお願いします。でチャンネル登録をしていただけますと、私たちが動画の配信とかを投稿した時に皆様のもとに通知が行くようになります。何時からライブ配信始まりますとか、あと新しい動画がアップされましたとか、そういった通知が行きますので、それを見ていただけますと、なんかね、どんな動画がやるのかっていうのが分かるようになりますので、ぜひ登録の方もお願いいたします。では最後までご覧いただきありがとうございました。